人が探偵になって帰ってくる。依頼人第一号娘だ。娘高安ユージ、人を探してほしいの。彼女の母親を探しているはずが大事件に巻き込まれてしまった。横浜で爆破テロ、すぐに逮捕状。狙いは俺とユージだった。タカアンドユージの新たな伝説が始まる。ユージ、探偵にはおてんばな美人秘書がつきもんだ。美人秘書、間に合ってます。危なくない探偵、アブタンとでも呼ばれていろ。呼んだか。帰ってくるのはお約束、天下無敵の痛快アクションエンターテインメント。え、命令なんです、町田課長の。あいつ帰ってきた。危ないデカ、探偵だけどデカ。そういうことよ。どういうことよ。8年ぶりに帰ってきました。ありがとう。本当に老体に鞭打って頑張りました。楽しんでいただけてたら幸いです。どうもありがとうございます。皆さんも会いたかったと思いますが、僕たちも関西の大阪のアブデカベイビーたちに会うのを楽しみにしていました。クライマックスでの不当のアクションシーン、実は真冬の神戸で撮影が行われたんですよね。本当はですね、去年一昨年の、12月に、神戸での撮影 を終える予定だったんですね。天候の都合で、船がしばらく沖にいた船が入ってきちゃいまして、それで12月に取り切れなくて、それで去年の10月に10ヶ月後にまた神戸へ行って、ラストシーンを撮りました。はい、そのすごいアクションシーン、柴田さんもキレッキレでしたけれども、思い出などいかがですか？全身筋肉痛でした。同世代の方に向けて、高戸裕二は頑張ってますよっていうメッセージでもないんですけども、見てもらいたいなと思って、年相応に、一生懸命走りましたし、頑張ってアクションやりました。はい、タチさんのハーレーシーン、ね、皆様めちゃくちゃかっこよかったですよね。確かに、いや僕も今回のタチさん のショットガンのシーンは今までの映画の中で一番だと思ってます。本当にかっこよかったなと思ってます。僕は教祖様と違っても走ったりする必要はない、乗ってればいいんですから、はい、割と楽でした。もし、お二人が入れ替わるならどんなことをしたいですか？ユニークな質問が来ました。それぞれタカ&ユージ、入れ替わった自分を想像してみてください。僕はやっぱりハーレーに乗ってショットガンをしたいですね。はい、僕はユージとは違うんですけど、清様と入れ替わったら野球がうまくなりたいですね。全く野球ができないんで。すいません、福岡から来ました。中学生の頃から大好きで、娘が今8歳になるんですけど、再放送で娘もハマってます。で、娘はまだ今回が初めて上映、映画館で見る初めての危ないデカで、ぜひ次回がもう一回見れたらいいなと、娘と一緒に見れたらいいなと思ってます。次回ありますでしょうか？やる気聞かせてください。まず お嬢さんの感想を聞きたいですね。面白かったです。どうもありがとうございます。もう一度。いや、体力が持てば、はい、お母さんみたいな素敵な女性になったらまたお会いしましょう。今日は本当にすごい高い倍率の中お越しいただき本当にありがとうございます。それで面白かったですか？
ぜひご友人知り合いの人に危ないでか面白かったよと、宣伝していただければ幸いです。今日はどうもありがとうございました。70過ぎてから映画を撮ろうと約束した先輩たちがこの映画完成する前に亡くなってしまった方が何人かいらっしゃいます。プロデューサーの黒澤満さん、カメラマンの千元さん、監督の長谷部さん、で立石の高瀬さん、絶対70過ぎたら撮ろう、でもこの映画を見ることなく残念なんですけど、ラストシーンで高と雄二が駒落としでカチャカチャカチャ、その時に万さん、米さん、頭、見守ってくれてありがとうって4人の名前を言って、最後にアブデカベイビー、アイラブユーと言ってジャンプしたんです。5回ぐらい見ていただけると、それでもわからない人は10回ほど見ていただけるとわかると思います。とても素敵な映画ができたと思ってます。いっぱい宣伝してください。今日は本当にどうもありがとうございます。